とある週刊誌の西武ライオンズ売却構想が話題になる。西武ライオンズは2024年5月26日、西武ライオンズは松井一夫監督の休養を発表した。西武ホールディングスは資産売却を進めており、その中で球団の売却も検討しているという。理想は、人気のある松井監督の下で優勝して高値で売ることでしたが、チームが低迷しているため売りにくい状況になってしまった。しかも、買収者が松井監督をクビにすればファンから反感を買う可能性がある。なので、売却を進めるため先手を打ったということなんです。ある球界関係者も、球団売却の話はここ数年囁かれているという。週刊誌が勝手なこと言ってるだけ。適当言ってんね。かなりの金額を使ってベルーナドームを回収してるんでありえないと思う。まあ大変なこと言うとるな。ええ加減性、週刊誌。仮に本当だとしても球団はそうですとは言わないと思うけど、実中発、これはガセ。何が何でも球団だけは売らないと思っているがねえ、どうなることやら。数年前に似たトーンの記事見た覚えあるぞ。西武ってかなり前からヤバいヤバいって言われてるけどなんだかんだ続いてる。だから大丈夫。ライオンズの場合は機関投資家に外資が混ざってる関係で外資から売却要請出てたこともあったし。どれぐらいの可能性で球団見売りするのかわからないが、球団が存続できればいい。西武の名前がなくなるのは寂しいがライオンズの名称だけは残してもらいたい。西武グループがライオンズを売るの可能性はまだまだ低い。物言う株主にずっと球団を売却しろと言われてたけど、売らなかったんだし、その株主もいなくなったから売らないでしょ。仮に買収に名乗りを上げる企業が現れたとしても西武側が本拠地の所沢維持を売却条件とすれば交渉は決裂するのでは？ライオンズを買収した当時の西武は、世界的な大企業だったけど、今はそうではないからなぁ。今の時代に元気のある企業がライオンズを買収して、それで強くなるのなら、別に親会社が西武でなくても、構わん。